東京ミューミューシリーズは日本の漫画作品。およびこれを原作としたテレビアニメ、ゲームなどのメディアミックス作品。高段者の月刊少女漫画雑誌、仲良しで2000年9月号から2003年2月号まで連載され、続編の東京ミューミューア・ラ、モードは2003年4月号から2004年2月号まで同誌で連載された。なお、し夏休みランドで、 予告編的な読み切りが掲載されていた。美少女戦士、セーラームーンの流れを汲む5人で戦う美少女戦隊ものの作品である。また、環境問題もテーマに入っており、人間社会における自然破壊やゴミに対する環境破壊や汚染などが要素に含まれていて人類がいかに環境について考えるべきかを一つのテーマとしている。 2019年にはキャラクターを男性に置き換えた東京ミュウミュウオーレの連載が仲良しの2020年1月号から開始される。こちらは作者は青月まどかになっている。またプロジェクトの一環としてスペシャル前後編である2020里単が掲載された。本作は正解ミの読み切り作品東京黒猫娘がベースになっているが、 本作の原作スタッフは、東京ミューミュー及び、2020里、タン画、原案、講談社、シナリオ、吉田玲子、漫画、正解ミア。ただし、原案のクレジットは、アニメ化決定前後から付けられるようになった。東京ミューミューは、ラ、モード及び、プチミューミューは、原案、講談社、漫画、正解ミア。東京ミュウミュウオーレ、は、原案、講談社。 漫画、青月窓二2021年2月時点で、シリーズ累計発行部数は145万部を記録している。東京ミュウミュウの名は、主人公である、桃宮るいちごがメディアに問われて、とっさに思いついた5人のチーム名である。桃宮るいちごは、同級生の青山くんのことが好きな中学生。いちは念願の青山くんとのデート中に遭遇した地震の直後、 数人の女の子と光に包まれ、猫が自分の体に入るかのような感覚に襲われる。それ以降、眠気にいつも襲われたり、体が異様に身軽になったり、魚を見ると加えてしまうようになってしまったイチゴ。その不思議さに悩むイチゴを心配してくれた青山くんに告白しようとしたら、今度は目の前に巨大なネズミが現れて襲いかかる。 そこに突然現れた青年に戦えと言われたイチゴは猫耳と尻尾をつけた姿に変身してしまった。実はその青年、白金梁は地球の動物たちに寄生して生物兵器、キメラアニマに変えようとしているエイリアンに対抗するため、レッドデータアニマールの遺伝子を打ち込んで死滅させるミュープロジェクトを赤坂慶一郎と共に進めていた。 しかし地震によって誤ってイチゴたちにそれが打ち込まれてしまい、イチゴはイリオモテヤマネコの遺伝子と合体し、生物兵器、ミュウミュウなる正義の味方になってしまった。キメラアニマを倒したイチゴは、発金と赤坂からエイリアンの目的が地球侵略であるとともに、他に4人の仲間がいることを知らされる。そこでイチゴはエイリアンと戦うために他の仲間を探しつつ、 情報収集のために、白金たちのアジトであるカフェミュウミュウで、ウェイトレスとして働くことになった。だが、イチゴは心に負担がかかると、野生の本能でアニマル化するようになってしまい、エイリアンを全滅させて、自身の能力が退化するまで、青山くんに告白することができなくなってしまっていた。エイリアンとの事件は一段落してミュウミュウはその使命を、終え、 能力も退化し始めていた。イチゴは、青山を追って、イギリスへ留学し、残った4人が、たまに現れるキメラアニマの残党を処理するだけの、平和な日々が戻ってきた。しかしミュープロジェクトの研究を続けていたハッキンがまたもや誤って、アマミの黒ギと、アンデス山猫の DNA を、白雪ベリーに打ち込んでしまい、新たなミューミューが誕生する。 ミュウミュウの5人が半獣人世界の幼稚園児という設定のパラレルワールド的短編作品。主に仲良し増刊に掲載された。本作のプロトタイプとも言うべき読み切り作品。コミックス4巻巻末に収録。女子中学生、安住みひひめが宇宙犯罪捜査官に任命されてエイリアンと戦う。彼女の変身中の姿は基本的には ミュウイチゴの色替えで、髪やスーツの色は黒になっているほか、チョーカーの代わりにマフラーを巻いている。担当声優は、アニメ、東京ミュウミュウ、アニメ、東京ミュウミュウに、ゆの順番に表記。一人のみ、記載の場合は、アニメ、東京ミュウミュウでのキャスト。基本的に、ミュウミュウの名字には、色の名前が入っている。なお、身長、体重は、 グーアニメ公式サイト及び PS 版ゲームによる。この項目のキャラクターは、苗字に色の名前が入った東京都の地名、東京メトロの駅名が入っているものが多い。かつて地球に高度な文明を築いていた古代人類の末裔で、エルフ族のような長い耳を持つ種族。だが、天変地異により別の惑星への移住を余儀なくされる。 さらに移住した惑星は劣悪な環境で、その惑星に到着した時点では、他の惑星に移住する力も残っていなかった。そのため、移住先の惑星に住み着くこととなり、環境に適応して進化し念動力を身につけた。地球を取り戻し、眠りについているディープブルーを復活させるために必要な超物質、ミューアクアを手に入れることを当面の目的としているが、 作戦遂行のためにはその地球の環境を破壊することも意図はない。パラサイトアニマを地球の動物に寄生させたり、人間のピュアな心を抜き取って、パラサイトアニマと合体させることで、生物兵器、キメラアニマを作り出し、作戦を展開する。基本的にエイリアンの名前は、料理が元になっている。ミュウミュウたちと衝突を繰り返すが完全な悪ではなく、 仕事をサボっていることもある。また、かき氷を堪能するなど、地球の文化に馴染んでいる場面も見られる。終盤はかなり美味しい活躍も見せてくれる男前。この手の悪役にしては珍しく、新幹部が登場しても、巡職者が一人も出ず、最終回まで共闘した。なお、ミューアクアを作り出したのは、古代人類である。実質的には、ミューアクアを使って、 現在の母性の環境を良質化させるだけの目的で十分だったらしく、最終的にはミューアクアを手に入れて自分たちの力で母性の環境を良質化させることを約束し地球から手を引いた。アニメに登場する3人のメイン以外の技は後半以降から終盤の最終局面にての登場となる第2部の敵。登場初期はエイリアンが残していった。 ヒメラアニマを改造した怪物にベリーを襲わせたり、メンバー自らがベリーを狙ったりなど、白いミュウミュウの抹殺を試みる。メンバーの名前は、バラの品種名に由来する。後期には、テレビのフィルムを、サブリミナルフィルムにしたり、裏から手を回して、グッズなどを作ったりして、ミュウミュウブームを起こし、それを崩壊させることでミュウミュウを倒そうとするが、操られた民衆が、 ベリーにだけ集中的な敵意を向けていたことに関しては自分たちでも予想外だった模様。その正体は超能力を持っていることを周囲に気味悪がられ送り込まれた善良性の学校で公爵に見出された少年たちだった。だが最終的には人々の心の優しさに触れた公爵とともに改心した。アニメ版のみのキャラクターこれらのキャラクターは特に 注釈がない限り、一話限りでの出演である。アニメ版では、ミュウミュウ、メタモルフォーゼの掛け声の後、手のひらにすっぽり収まるサイズの金色のアイテムにキスを落とすことで、それぞれ単独で変身することができる。このアイテムは変身完了時に、チョーカーに下がっている。2020里、タント、ニユでは、用紙が一部変更されており、共通点として、 胸元にリボンを追加、左足のガーターのデザインの変更などがある。桃ぐるイチゴが変身する。テヤ表山猫の DNA が入っている。アザの位置は、右太ももの内側の、股の付け根。変身すると語尾にやたらと、ニャンがつく。イメージカラーは桃色。特徴は黒い猫耳、尻尾と尻尾に巻かれた鈴付きの赤いリボン。髪型は、原作では、 ツインテールのままの時もあったが、アニメでは、ウェーブのかかった、セミロングヘアに統一されている。また髪の色も、原作では変身前、変身後ともにピンクだったが、アニメでは、変身前は赤茶なのに対し、変身後はピンクに変わっている。瞳の色も変身前が、灰色に近いダークブラウンから、マゼンタ系の濃いピンクに変化する。二千二十リタント、では、 髪が赤いセミロングとなっている。決めゼリフは地球の未来にご奉仕するにゃん。第31話では父、慎太郎のバイクを追いかける際に変身したが場所がわからないために追いつけなかった。PS ゲームでのみ二段変身があった。二段変身後はスカート部分が変化し髪型がツインテールになっている。また手袋が少々長いものになる。仲間の中では 最も強くなる。アイザワミントが変身する。ノドジロルリンコの DNA が入っている。アザの位置は背中。イメージカラーは水色。特徴は背中に生えた紺色の翼とお尻のお墓。変身によって髪の色は変身前のブルーグレーからインディゴブルーに変化する。髪型は通常変化しないが、アニメにトゥエーブのかかった。 ショートヘアからシニオン付きツインテールに変化したことが一度だけある。コスチュームのメインカラーは原作ではやや濃い空色だが、アニメでは緑がかった明るいアクアブルー。2020里、タント、ニユでは明るい水色を基調としており、後者では髪が原作やアニメのセミロングからロングヘアに伸びている。もともとジャンプ力は随一で地上線がメインだったことで、 今まで使用する機会がなかったが、アニメ第38話以降では、背中の羽の力で空中を自在に飛べる。壁が割れた巣が変身する。イルカの仲間であるスナメリの DNA が入っている。あざの位置は胸元の上。イメージカラーは緑。特徴は頭から伸び、体を取り巻くようについている白いリボンのようなもの。変身によって、 髪型は2本の三つ編みを下げから一つ結びへ変化。色は変身前の緑から明るい黄緑に変化する。瞳の色は緑から髪よりやや濃い黄緑に変化する。原作とアニメではボトムスがレオータード型だったが2020里単刀に湯ではタイトスカートに変更され緑色のリストバンドが加わっている。水中では人魚のように 下半身がスナメリに変形する。このため水中線を含め行動範囲が広がる。こうミスズが変身する。猿の仲間であるゴールデンライオンタマリンの DNA が入っている。あざの位置は額。イメージカラーは黄色。特徴は茶色の耳と先端がくるりと巻いた尻尾。変身によって髪型は変化しないが髪の色は変身前のゴールデンブラウンから。 レモンイエローに変化する。瞳の色は変身前と同じライトブラウンのままである。2020里、タント、二湯では髪のボリュームがさらに増え、側頭部の髪を短く結び、三つ編みも長くなっている。また、フィンガーレスグローブがリストバンドに変わり、足元も薄黄色のルーズソックスと、オレンジ色のパンプスから、オレンジ色のハイソックスと黄色のパンプスに変更されている。 藤原ザクロが変身する。灰色狼の DNA が入っている。あざの位置はへその周り。イメージカラーは紫。特徴は薄茶色の犬耳と尻尾。変身によって髪型は変化しないが髪の色は変身前のパープルからライトパープルに変化する。瞳は変身前も変身後も青みがかかったパープル。 加入時の戦闘能力は抜群であったが、強敵の登場などで、他の仲間との実力差はなくなっていった。衣装はミュウミュウで唯一、チューブトップにショートパンツのへそ出しルックとなっており、ロングブーツを履いている。PS 版ゲームのみ登場する赤いリンゴが変身する。母親の形見であるペンダントの力を借りて、戦術したユキちゃんと合体してミュウミュウになるため、 イチゴたちと違いあざは持たない。イメージカラーは赤。特徴は前髪についている大きな赤いリボンと後ろ腰の部分が塩微服状になったコスチューム。防御力が高く回復もできるため、ミューミントやミューザクロなど防御力の低いメンバーと一緒に戦わせると心強い。ただし素早さが低く行動順が回る前に他キャラクターが倒されることもあるため、 ダメージを予測した行動が必要。白雪ベリーが変身する。アマミの黒ギとアンデス山猫の DNA が入っている。あざの位置は不明。変身すると語尾にやたらとミアがつく。イメージカラーは白。特徴は前方に倒れている白いギ耳と猫尻尾、尻尾に巻かれたミュウイチゴより細い鈴付きの赤いリボン。一部を除き各自専用アイテムを持つが、 それらは、原作序盤とアニメ版で若干デザインが異なる。また、共通して、アイテムのどこかに、金色のリボンをかたどった枠の中心に、ピンクのハートがついた飾りがあり、ハートの部分に、ミュウイチゴのものと同じ紋章が刻まれている。テレビ、愛知製作、テレビ、東京系列で2002年4月6日から2003年3月29日まで、放送された。全52話。 男児向け作品が主体であったテレビ、愛知土曜8時枠で、初の女児向け作品として放送。物語前半でのオープニングの冒頭ナレーションでは、シリアスな雰囲気で触れ込まれているが、物語中盤以降は、主人公、イチゴによる語り手で触れ込まれている。原作にないアニメオリジナルエピソードが多く、最終回エピローグでは、新たな敵との戦いに身を投じるが、原作、 第2部とのつながりは語られていない。日本国外での放送当作はアメリカでも放送され、現地に合わせるようにタイトルをミュウミュウパワーに変更している。ストーリーは第1話が日本の第12話を放送し、第2話以降からは日本の第1話から順に放送した。また一部のシーンに若干の変更も施されている。キャラクターもイチゴではなくゾ意イとなっている。 フランスやイタリアなどの欧州でも放送されている。また、韓国では SBS で放送された。スタッフ主題価格はリスト話数内の、は、原作のエピソードをもとにした回。放送局このほか、BS 放送では、BS ジャパンで、自作ネットされたほか、CS 放送では、ATX を経て、キッズステーションでも放送された。二千二十年四月二日に新作アニメが制作される、 ことが発表された。主人公、イチゴ役は、一般公募のオーディションにより選ばれた。2022年放送予定。本作のために、桃宮イチゴ役の天馬勇気藍沢ミント役の日向未来壁が割れたタス役の十二良子、甲歩ゆみりん役の戸田リアン、藤原ザクロ役の石井桃香による、声優ユニット、スミウテが結成された。キャラクターデザインや、 ューミュウミュウたちの衣装のデザインは、リ・タンの絵柄に準拠している。スタッフ、東京ミュウミュウオーレ。東京ミュウミュウの男版を描いた漫画。すべて講段社より発売されている。すべての DVD の発売元は、インターチャネル。販売元は、ポニーキャニオン。他、レンタル専用の VHS 版も作成された。発売元は、DVD と同じポニーキャニオン。また、 2020年4月24日には、ブルーレイディスク版のボックスが発売された。発売、販売元は、フロンティアワークス。すべての CD の発売元は、インターチャネル。販売元は、キングレコード。なお、キャラクターソングスの5枚に加え、スペシャルボーナスディスクと、ボックスが添付された、東京ミュウミュウキャラクターソングスコレクターズボックスも、存在する。これは、 特別限定生産の形で発表され、各 CD のバラ売りに2ヶ月先だって発売された。ミューファイブは、東京ミューミューにおけるプロモーション活動の一環として2001年7月25日に結成された、小中学生5人組からなるコスプレアイドルユニットである。事実上の実写版東京ミューミューとして扱われ、平均年齢が12歳の少女たちによって、 構成されたこともあり、結成時には大きな注目を浴びることになった。しかし、東京キャラクターショーをはじめとするイベントで、いくつかの公演を行ったものの、その公演総回数は10回に満たず、中途で活動を休止し、自然消滅となった。発売された CD は1枚のみである。これは、仲良しフェスティバルをはじめとする、イベント限定販売商品だったが、講談社の 仲良し通信販売サイトでも購入できた。東京ミュウミュウにユニ関するカテゴリー。ありがとうございます。